頑張れ機関車トーマス。1945年イギリスで人間のような感情を持った機関車たちが活躍する絵本が出版されました。その本のタイトルは The Three Railway Engines、 三台の機関車というタイトルでした。この本の作者はイギリスに住んでいた牧師さんでした。その牧師さんとはウィルバート・オードリー。彼はイギリス国教会の牧師の息子として1911年に生まれました。鉄道好きの父の影響を受けて子供の頃から大の鉄道好きだったそうです。絵本が生まれたきっかけは1943年のある日のこと。息子のクリストファーがはしかという病気にかかり、外に遊びに行くことができなくなってしまいました。そこでオードリーはクリストファーが退屈しないように自分が大好きな機関車のお話を作って聞かせてあげたのです。こうしてゴードン、エドワード、ヘンリーの活躍する絵本が生まれました。でもこの本にトーマスは出てきません。なんとトーマスは初めクリストファーのために作られた木でできた機関車のおもちゃに付けられた名前だったのです。クリストファーはそのおもちゃが大好きで、お父さんにトーマスが活躍するお話を作ってくれるように頼みました。そうしてできたのがトーマスが初めて登場する2作目の機関車トーマスという絵本でした。この絵本は大評判になります。この挿絵を描いたのがレジナルド・ダルビー。彼の絵により機関車たちが本の中で生き生きと活躍するのです。その後も機関車たちのお話はシリーズとして次々と出版されました。パーシー、トビー、バーティーなどみんなが知っている仲間も登場して、イギリスはもとより世界中の子どもたちを魅了し続けました。1965年ウィルバート・オードリーは牧師の仕事を退職しますが、このシリーズは1972年の26巻まで発行されました。やがて映像プロデューサーのブリット・オールクロフトの目に留まり、1984年にテレビシリーズとして映像化されることになったのです。トーマスが絵本の世界から飛び出しました。テレビで活躍するトーマスの誕生です。機関車トーマスと仲間たちのこのテレビシリーズは次々と作られて大ヒット。トーマスは世界各国の子どもたちの人気者になります。さあこれからウィルバート・オードリーの書いた絵本を紹介しましょう。三台の機関車から記念すべき最初のお話はエドワードの楽しい一日。エドワードが主役のお話です。古くて小さな機関車のエドワードは使い物にならないとみんなにからかわれます。でもしばらくぶりに客車を引いて走ることになりました。駅で車掌さんが遅れてくるというトラブルがあったけど、楽しい一日を過ごすことができました。次はエドワードとゴードンというお話。その後このお話がどんなテレビシリーズになったか見てみましょうね。汽車の絵本1よりエドワードとゴードン。機関庫にゴードンという蒸気機関車がいました。彼はとても大きくて威張りん坊です。ゴードンはエドワードに自慢げに言いました。俺様はこれから急行列車を引いて走るんだ。それを見たらお前も感動するだろうな。ちょうどその時、機関士がレバーを引き、ゴードンが動き出しました。じゃあな、チビのエドワード、俺様の走る姿を楽しみにしてろよ。そう言うと、
ゴードンは去っていきました。エドワードも貨車の入れ替えに出かけました。エドワードは貨車の入れ替えが好きでした。貨車をそーっと押したり引っ張ったりして楽しんでいると、貨車たちがわー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 、なんだなんだ、どうなってんだと大騒ぎ。エドワードが止まると、貨車たちはまたお互い押し合いながらわー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 と大騒ぎ。エドワードは貨車がちゃんと動くまで押し続けました。でも嫌がる時はエドワードも押しません。そういう時貨車たちは他の線路に行きたがっているのです。エドワードが仕事を終わらせて一休みしていると、汽笛が聞こえてきました。ゴードンです。彼はゆっくりとプンプン怒りながらやってきました。ピカピカの客車ではなく、石炭を積んだとても汚い貨車を引いています。まったく、貨車なんて俺様を侮辱するにも程があると言いながらのろのろ通り過ぎていきました。彼の後ろで貨車たちはガラガラガタガタ音を立てています。エドワードは笑ってしまいました。そしてまた他の貨車を探しに行きました。しばらくすると駅員がエドワードの機関士のところにやってきて言いました。ゴードンが丘を登れなくなってしまったんだ。エドワードにゴードンを押してもらえないか。エドワードが丘のふもとに到着すると、しかめっ面のゴードンが丘の途中で止まっていました。機関士と助手はもっと本気で引けよとゴードンにきつく言います。無理だ、うるさい貨車どもが後ろに引っ張るんだ。これが客車だったら汚れてもないしおとなしくついてくるのにとゴードン。僕が押してあげるよとエドワードが言っても、ゴードンは無駄だと答えます。エドワードの機関士はちょっと待ってろよと言うと、ゴードンの列車を丘のふもとまで下ろし、エドワードがその後ろに着きました。ピッピー、準備完了とエドワード。でもゴードンはバッパー、無駄だと言ってるだろうとしかめっ面。車掌の合図でエドワードとゴードンは力いっぱい登り始めました。無理だ無理だよ無理だってとゴードン。やるさやるんだ、やってみせるとエドワード。無理だ、やるさ、無理だよ、やるんだ、無理だってやってみせると二人は言いながら登っていきます。エドワードは力の限りゴードンを押しました。するといつの間にかゴードンは丘のてっぺんについていました。やったやったぞやった、ゴードンは誇らしげに言いました。エドワードが押してくれたことなんてすっかり忘れています。ありがとうも言わずにものすごい速さで走っていきました。駅を二つ通り越したところでようやく機関士がゴードンを止めました。エドワードは一生懸命押したせいで丘の上に着いた時は息を切らしていました。すっかり置いてきぼりです。どんなに頑張ってもエドワードはゴードンに追いつけません。エドワードが次の駅へ着いた時、機関士と助手がとても褒めてくれました。助手はおいしい水をたっぷりくれました。そして機関士は、明日ペンキを持ってきてまた青くきれいに塗り直してやろう、赤いラインも入れてな、そしたらお前は機関庫で一番素敵な機関車になるぞと言ったのでした。汽車の絵本の2巻目は機関車トーマス。この時初めてトーマスが登場しました。いたずらっ子の小さなタンク機関車。今度はそんなトーマスのお話をしましょう。汽車の絵本により、トーマスとゴードン。タンク機関車のトーマスは大きな駅で働いていました。彼には6つの小さな車輪と太くて短い煙突やボイラー、
コブのようなドームがついています。小さなトーマスはいつも客車をあちこちに引いていました。長い旅に出る大きな機関車のために、客車を駅まで運ぶこともあれば、駅で乗客が降りた空っぽの客車を片付けることもありました。そうすれば、駅に大きな機関車がまた入ってこられます。トーマスはわんぱくなちびっこ機関車です。自分ほど一生懸命働く機関車はいないと思っていたので、他の機関車たちによくいたずらしていました。中でも一番好きないたずらは、側線で居眠りしている大きな機関車にそっと近づいて、ピッピー、ピッピー、起きろ、怠け者、僕みたいに一生懸命働きな、とびっくりさせること。そして大笑いして走り去り、客車を探しに行くのです。ある日、ゴードンは側線で休んでいました。いつも引いている大きな急行列車の遅れを取り戻そうと、ものすごく速く走ったので、とても疲れていたのです。うとうとしていると、トーマスが近づいてきて、起きろ、怠け者、たまには一生懸命働きな、悔しかったら捕まえてみろ、と言って笑いながら走り去っていきました。怒ったゴードンは、トーマスに仕返してやろうと思いました。ある朝、トーマスはなかなか起きませんでした。機関士と助手も、これでは出発できません。火は消えて、蒸気も上がりません。急行の発車する時間なので、乗客たちが待っているのに、トーマスが届けるはずの客車がまだ来ていないのです。ようやくトーマスが、ほほほほ、とあくびしながら動き始めました。ほら、急いで、客車たちが言います。トーマスは、ぐっちゅーんと乱暴に客車をつなげて、やっと駅へ走り始めました。だらだらするな、だらだらするな、とトーマスが文句を言うと、今までどこに行ってたの？客車が怒りました。トーマスは、ゴードンが待っている駅へ入っていきました。パッパッパー、トーマス、急げ、ゴードンが怒ります。ピッピッピー、そっちこそ急げよ、トーマスが生意気そうに言います。ああ、急ぐとも？ゴードンは言うと、側線から出て、客車がまだ止まらないうちにつなげました。ポッポー、早くお乗りください。乗客が乗り込むと、車掌が緑の旗を振り、いよいよ出発です。トーマスは普段、大きな列車が出発するとき、後ろから押して手伝ってやります。その前に、トーマス自身が列車から切り離されることになっています。でも、今日はトーマスが遅れたため、ゴードンは急いで出発し、作業員はトーマスを切り離すのを忘れてしまいました。パッパーとゴードン。ピッピッピーとトーマス。さあ行くぞ。ゴードンが客車に声をかけます。ほら、引っ張って、もっと強く、トーマスが言います。重い列車はゆっくり動き出し、駅を出て行きました。列車はどんどん速く走っていきます。速すぎるのでトーマスは止まりたいのですが、客車とつながったままです。ピッピー、止まって、トーマスは言っても、急げ急げ急げと前でゴードンは大笑い。ジタバタするなジタバタするなと客車も笑っています。かわいそうに、トーマスはこれまで出したこともないスピードで走っていました。息は切れるし、車輪も痛むのに、そのまま走るしかありません。もうダメだ、車輪がボロボロになっちゃうよ、トーマスは悲しくなりました。やっと駅に着きました。みんなトーマスがぜーぜー言っているのを見て笑っています。トーマスは連結を外され、転車台に乗ると、
そのまま側線に出ました。ちっちゃなトーマス、しっかり働くってのがどういうことか、これで分かったろう。ゴードンが通りすがりに言います。かわいそうなトーマスはまだ息が切れて何も言えません。水をたくさん入れてもらい、ゆっくりと帰っていきました。それからというもの、トーマスはもう二度とゴードンにいたずらしないようになりました。さあ、今度は絵本にしか登場しない機関車の仲間を紹介しましょう。トーマスたちのいるソドー島、この島の北の方にあるカルディフェルという山に登山鉄道があります。カルディは山に登る専用の機関車で、ちょっと変わった形をしています。他にわがままなロードハリーや、全部で7台の機関車がいます。みんな前だけではなく後ろにも顔があります。これだったら後ろ向きに山を降りるときも安心です。登山鉄道専用の客車はキャサリン。山を登るとき、前が見えない機関車の代わりに線路を見張ってくれるしっかり者です。次は汽車の絵本でもテレビシリーズでもすごく有名なトーマスとバーティーが競争するお話です。みんな知ってるよね。汽車の絵本4より、トーマスとバーティー。ある日、トーマスが乗り換え駅で待っていると、一台のバスがやってきました。やあ、君は誰？トーマスが尋ねると、僕はバーティー、君は？僕はトーマス、この支線を走ってるんだ。君がトーマスか。ああ、思い出した。雪の中で立ち往生しただろう。僕が君の代わりに乗客を乗せて、テレスが君を引っ張り出したっけね。今日も君の乗客を運ぶのを手伝ってあげるよ。手伝うだって？僕は君よりずっと早く走れるのに。トーマスは怒ってたくさんの蒸気を吹き上げました。そんなこと無理だね、とバーティ。いや、僕の方が早いさ、とトーマス。じゃあ競争しよう、バーティが言いました。機関士も運転士も賛成でした。駅長のよーいドンという声でスタートしました。トーマスは最初スピードがなかなか出ません。まずはバーティーが先に出ました。トーマスはいつものように走ってはいますが、全然急ごうとしません。なんでもっと早く走らないの？アニーとクララベルが心配そうに言います。まあ見てなって、トーマスが答えます。バーティーはもうあんなに先に行っちゃってるのよ。アニーたちは悲しそうですが、トーマスは気にしません。この先に踏切があるのを知っていたからです。トーマスたちが踏切を通り過ぎると、そこにはイライラしたバーティーがいました。お先にバーティー。道路は線路から離れて村へと続いていました。もうバーティーの姿は見えません。トーマスは駅で止まりました。ピッピッピー、お急ぎください。乗客たちは急いで降り、車掌の合図でまた出発しました。さあ、急げ急げ、とトーマスが言うと、急ぎましょ急ぎましょ、とアニーとクララベルも歌います。急いで急いで急いで、トーマスは息を切らしながら走ります。と、その時、トーマスはびっくりして汽笛を鳴らしました。バーティーが得意げにクラクションを鳴らしながら陸橋を渡っていくではありませんか。ああ、どうしよう、とトーマス。バーティーはもうずっと先よ。アニーとクララベルは悲しそうです。落ち着け、トーマス、勝てるさ、機関士が言いました。バーティーに勝つわ、バーティーに勝つわ、アニーとクララベルも歌いました。勝つぞ勝つぞ、とトーマスはまた頑張るのですが、あー、また駅か。そして
トーマスが駅に止まるとクラクションが聞こえました。トーマス、君疲れたんだろ。悪いけど先に行くよ。じゃあね。次の駅は川のそばにありました。トーマスはすぐに着いたのですが、信号は赤になっていました。ああ、もうこれで負けだ、トーマスは思いましたが、駅でタンクに水を入れてもらうとすっかり元気になりました。ジェームスが貨車を引いて通り過ぎ、やっと信号が青になって先へと進めます。よし、出発だ、トーマスは元気に言いました。トーマスが橋を渡っていると、ブッブーとバーティーのクラクションが聞こえてきました。赤信号で止まっていたのです。バーティーは反対側から来る車やトラックが通り過ぎるのをイライラしながら待っていました。線路と道が小さな川を挟むように並んで谷の方まで続いています。トーマスが橋を渡っている時、バーティーはすでに先を走っていました。乗客たちが谷中に響き渡る声ではしゃぎます。トーマスのスピードがぐんぐん上がってきて、とうとうバーティーの横に並びました。バーティーも頑張りましたが、トーマスは早すぎました。トーマスは少しずつバーティーを追い抜き、勝利の汽笛を鳴らしました。トンネルに入っていった時、バーティーは遥か後ろでした。やったぞ、やった、トーマスはトンネルの中で言いました。やったわ、やったわ、アニーとクララベルも歌いました。汽笛を鳴らし、蒸気を上げながらトンネルを出ると、ついに最後の駅に到着しました。乗客たちは万歳をして、駅長と駅員にこの競争のことを話しました。バーティーが駅に着いた時にも、乗客たちは万歳をしてあげました。バーティーは言いました。すごいね、トーマス、楽しかったよ。君に勝つには翼をつけて飛行機にでもならないとね。今ではトーマスとバーティーはお互い協力して忙しく働いています。バーティーが村の人をトーマスのところまで連れて行ってあげたり、トーマスが駅で降ろした乗客をバーティーが家へ送ってあげたりするのです。彼らはよくあの競争な話をしました。でもバーティーの乗客はフライパンの中の豆みたいに飛び跳ねるのはもうごめんだと言っています。そしてトップハムハット教は、あんな危険なスピードで競争しないようにとトーマスに注意しました。これは内緒ですが、あの二人はまた競争したいと思っているようですよ。でももう二度としないでしょうけどね。次の絵本にしか登場しない機関車の仲間は、ちんまり鉄道と呼ばれる小さな鉄道の小さな機関車です。ダックと並んでいるグリーンの機関車はレックス。大きさが随分違うでしょ。だからちんまり機関車と言われています。赤いのはマイク。小さくったってたくさんの砂利を運べます。青いのがバート。バートもたくさんのお客さんを乗せて走ることができます。みんな小さいけど力持ちで働き者。今度はトーマスの一番の親友パーシーのお話。パーシーはとってもいたずら好きです。汽車の絵本12より、飛び込んだパーシー。パーシーは時々石を積んだ貨車を支線の終点まで引いていくことがあります。そしてそこで他の鉄道の機関車たちに会うのです。ある日ヘンリーが機関庫で休もうとしていると、パーシーと他のタンク機関車たちのおしゃべりが聞こえてきました。すごい雨だったんだ。ボイラーの下で水が渦を巻いていたんだよ。前も見えなかったけど、なんとか頑張ったんだ、とパーシー。わー、パーシーって勇敢だね。大したことないよ。
水なんて根性のある機関車にはなんてことないさ。もっと話してよパーシー。他の機関車たちが言います。君たち何してるんだい。ここはトップハムハット卿の機関車が休むための場所だ。出て行きなよ。ヘンリーが言いました。そしてさらに、バカな機関車どもめとブツブツ言いました。バカじゃないよ。パーシーは他の機関車たちと楽しんでいたのに、ヘンリーが彼らを追い出したので腹が立ちました。バカどもさ、君も同じバカな機関車さ。水なんて根性のある機関車にはなんてことないだと。はん、とヘンリー。とにかく水なんて怖くない、大好きさ。パーシーはそう言うと歌いながら走っていきました。列車をつないだ機関車が雨の雫を転がって。パーシーはいい気分で帰ってきました。バカなヘンリーとクスクス笑っています。トーマスが不当で危険と書いてある看板を見てパーシーに言いました。向こうには行っちゃダメだ。そういう決まりなんだよ。どうした？危険っていうのは転がり落ちることなのさ。前にも鉱山で危険って書いた看板の向こうに行ったら穴に転がり落ちたことがあるんだ、とトーマス。パーシーは看板の向こうを見て、鉱山なんて見えないのにな、と言いました。不当の土台が以前沈んだため線路が海の方へと下がっていることをパーシーは知らなかったのです。あんな看板なんてバカバカしい、パーシーは言いました。何度も看板の向こうへこっそり行こうとしましたが、機関士に毎回止められてしまいます。そこでパーシーは計画を思いつきました。ある日駅でパーシーは貨車たちに言いました。不当に着いたら僕のことをドーンって押してくれないかな。貨車たちは驚きました。機関車に押してくれなんて頼まれたことがないからです。不当へ行くまでずっと貨車たちはこのことを笑ったりぺちゃくちゃ喋ったりしていました。パーシー、信号だ、見て。機関士に言われ、パーシーは信号をおとなしく確認しました。機関士も僕の計画知らないな。パーシーはクスクス笑いました。行け行け行けと貨車も笑っています。パーシーは貨車たちがちゃんと力を貸してくれるだろうと思っていました。駅で止まるふりをすると、貨車たちが看板の向こうへ僕をドーンって押すんだ。それから貨車を止める。全部僕の思い通りさ。パーシーがうぬぼれ屋さんでなかったらこんなバカな考えは起こさなかったでしょう。賢い機関車は貨車を信用してはいけないと知っているものです。不当の駅に着き、パーシーのブレーキがギーギーと音を立てます。これが貨車への合図でした。押せ押せ、貨車たちは大声で言うと一斉にドーンとパーシーを押しました。機関士と助手は振り落とされてしまいました。うわあ！パーシーは看板を通り越していきます。この日は霧が深く線路は滑り車輪も止まりません。パーシーは慌ててもういい、やめてと叫びました。でももう手遅れです。パーシーは海に向かって下がった線路を滑り落ち、車止めを突き破って海に落ちていきました。なんてわからず屋の機関車だ。聞き覚えのある声がしました。工事現場の責任者が小さなボートを漕いでトップハムハット卿を連れてきたのです。お願いです、助けてください、本当にごめんなさい、トップハムハット卿。道潮までは無理だ。決まりは守らなきゃならんということを身をもって学ぶんだな。わかりました。パーシーは寒さで震えました。車輪の周りで魚たちがかくれんぼをして遊んでいます。だんだん潮が満ちてきました。満ちていく潮に浸かりながら
パーシーは深く反省しました。クレーン船がやってきた時は辺りがもう暗くなっていました。貨車をどかしてパーシーを海から引き上げます。パーシーは寒くてカチカチになっていたので自分では動けません。次の日、ヘンリーが引く貨車に乗せられて整備工場へ送られました。おう、これはこれは、ヘンリーがクスクス笑います。水が好きなのかい？うん、いやー、びっくりだなパーシー、君はまだ根性が足りないんだよ。水なんて根性のある機関車にはなんてことないんだろ。この次はもっと水が好きになるさ。でもパーシーはこの次なんてもう絶対嫌だと思ったのでした。ウィルバート・オードリーが絵本で登場させた機関車の仲間たちはまだ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 たくさんいます。みんな毎日一生懸命働いています。時には喧嘩もするけど本当は仲良しです。みんな大事な仲間です。今でもトーマスたちは世界中のみんなのもとに夢と勇気を乗せて走り続けています。そして日本からやってきたヒロも新しい仲間になりました。